東京大塚通りの村山です。東京日本橋通りの古川です。やっぱり社会人として練習時間を確保するっていうのがすごくやっぱ難しかったりしたので、少しでもやっぱり自分たちの時間を調整して少しの時間でやっぱり効果的な練習ができるようにっていうところを意識しました。社会人として時間がとても限られていたので1回1回の練習を集中してやりました。まあ、5コース目ですね、4コース目5コース目っていうのはやっぱり他の組にはないようなやっぱりオリジナルな部分がすごくあって、まあ、自分たちで自然になおかつ無敵要素をしっかり考えながら組んだコースだったので、そこは見ていただきたいなと思ってます。はい、全く同じです。はい、世界大会出場に向けてですね、しっかり練習地道に取り組んでいくっていうのが第一なんですけれども、日本全国の方々、世界の方々に自分たちの演武をしっかり見てもらうという意識を持って練習に取り組みたいと思います。風格と品位のある演武をしたいと思っております。頑張ってください。ありがとうございます。すいません、思い出になりました。ありがとうございました。